で地図は、まあ、将軍者の地図でもいいし地形図でもいいしその行く場所によってこう使い分けるんですけど、あのとにかくこう自分の位置をロストしないためにはなるべく細かい地図があればあったらいいんだけど、でも将軍者の地図っていうのは行動時間書いてあるんですよ。大体の夏山の行動時間書いてあるから、でそれがないと自分が今どのぐらいのペースで行動してるかわからないん でどのぐらいで行けるか、でここからここまでがコースタイム5時間ですよと、1時間、2時間、3時間、4時間、まあ、5時間で今日の目的地とかね、8時間で今日の目的地とか分かるよ、勝負者の地図、夏山の場合は。で冬は雪の量によって新雪の量によって行動時間が極端に変わるんですよ。もう膝ぐらいにあったら倍ぐらいかかることなんです雪が。そうすると朝6時に出発だとして朝6時から歩き始めるでしょ。で、大体夏山で1時間ぐらいのところをまで歩くんです。1時間ぐらい目標にして歩くと、そこで見たら1時間半かかってるんです朝、ね、6時の人だから7時半、7時半に通常1時間のところ1時間半かかってると、じゃもう1回今度1時間と3時間かかってると、2時間で行けるところ3時間 1.5 倍かかってると、でこのまま行っても多分 1.5 倍かかるだろうと、18時間のところが12時間、うんうん、かかるとっていう計画になる。ということは今日12時間これから今からあとだから10時間あるあ違うあと9時間9時間あるで大体こう何時ぐらい目的に着くかなと分かるじゃないですか。でそこから下山をしなきゃいけないと、そこからじゃあ下山をすると大体何時間ぐらいかかるか予測し 1.5 倍になる、予測すると今日は無理だと下山夜中になってしまうとか、でそこで分かるわけ、朝2時間歩いてる時点で今日は無理ですよと、無理な可能性が多い。でもそこまで行くんだったらじゃあ今日調査行って帰ってくるのは無理だから、じゃあ一泊しよう、どこでビバークしようかなっていうのも朝2時間歩いただけでも考え始めるんですよ。7時とか8時ぐらいに、どこで予約するかなみたいな。この辺の、この辺かなとか。もうそれ目指していけば、だから2時ぐらいで、で大体こう穴掘ったりとかして予約する。そしても、大体どれぐらいかかるかなと。2時ぐらいに掘れるんで、まだ4時ぐらいにできるだろうと。で4時ぐらいからもうお酒飲みながら、あちびちび飲んで寝ようかなみたいな。っていうのを、もう朝8時とか7時の間で分かってる行動でね。で途中で変わる場合もあるんですよ。その場所によってはもう凍ってて、めっちゃスピードが上がる場合もあるし、途中でまだ変わる場合もあるけれども、それをずっと変えながら冬は。そうすると、4時ぐらいに、今ここで、今どこだみたいな感じで、これはもう無理だ、右往左往みたいなことが起こらない。4時ぐらいに、どうしようどうしようどうしよう。でも行けるだろうと思って行ったりとかね。っていう、だから行き当たりばったりじゃなくて、朝からその時間をチェックするためには、そのコースタイム、夏のコースタイムの目安があれば、わかり、地図上に書いてれば、測りやすいじゃないですか。それが地形図だと書いてないから、わかんない。ただこの地形図見て、こうパッと見て、例えばここからここまで何時間かかるかなんて想像できない。その登りを、パッと見は、こう計算すれば多分分かっていくんだけど、慣れてくれば分かるけど、わかんない。というと、計画の立てはない。今ここにいるんだけど、今、朝の11時にここにいて、両方まで目指すんだけど、って言っても、ここから先、わかんない。何時間かかる。すいません。でもコースタイムがこう書いてあれば、だいたい 1.5 倍出てれば、そのプラス 1.5 倍か、まあ2倍ぐらいにしとけば、だいたいその間には入るだろう。まあ目安になるんで、これからの計画をこう変更していくための目安には、コースタイムが入っている方が使いやすいと。だそれで歩けって言われるので、それを基準にしたら8時間ですよと。でも私は 1.5 倍かかってるとか2倍かかってるとか、そこは半分のスピードで動いてますよと。っていうと、この間も5時間だから半分だったら 2時間半ですよねっていうのが分かるんです。それ何もないと分かんない。ここまで1時間で来たんだけど、次、ここから先どうなるのか分かんない。感じだと、こう計画の発表がないので、っていうと、こうスタンが入ってるやつは便利に使えるんで、まあ、それも便利ですよ。っていう感じで使う。時計が必要です。で時計はもう時間が分かればいいと。時計時間だけは分かれないんで、別にコード系とかついてる、あの、かっこいいやつになっても、とにかく壊れなくて、時間が分かればいい。っていうので、時計が必要です。感じです。で、あとですね、ハーネス、細引き、スリング、カラビナ、ベルトあたりは、また、おいおい。ハーネスって、腰につけるか。そうそうそう。
これは使い方はあの今度は岩登り、岩場の講習があるんで17日、来週それ来ます？来週雪取れれば行きます。で、雪取れるのが今週の多分水曜日ぐらいで来週になる。あ、そうですか、はい、了解です。で、その時にこれは必要なんで、はい、あ、じゃあこのヘルメット、ハーネス、細引き、スリング、カラビナ、アクセルとはその時必要なくても、アクセルと持ってなかったら買った方がいい。タバタ持ってるヘルメット。ヘルメット買ったっけ？買ったよ。ね、この。この。あ、練習。前の練習受けたんだっけ？あ、その時にじゃあ全部買った。ハーネスもある。ハーネスもある。はい、OK です。はい。あのセットで OK です。はい。っていうことになります。で、次、パンジキです。漢字機こういうものなんですけど、漢字機は漢字機はですね、基本的には雪が深いところラッセルスに登るときに、あるとこうバランスを崩していくんですよ。足がこうズボッと埋まってしまうと、そのまま素足が埋まってしまうとバランスを崩しやすいのと、抜くのにすごい時間がかかるんです。こうその足を抜くのにすごい力を使わなきゃいけないんですけど、漢字機つけていることによってズボッとこの丸くこうズボッとへこましてくれるから、まあ、下までこうズボッといかない、途中で止まる、固めて止まる場合もあるし、であと抜くときにすごい楽なんですよ。こう足が全部こうガボッとはまるともう本当に抜けないって言ったんですけど、それを一歩ずつやってたら体の体力持たないんで、その体力を無駄に消耗しないために必要。でこれはですね、雪、新雪が降ったっていうか、まあ、膝よりも深いような雪の時は、もうあった方が、自分が楽なんで、歩きやすい。これないともう本当に、その、ね、1時間のところが3時間かかることが、また1時間半で行くところが3時間かかると、それだけでもう今日の行動って2時間分しか歩けないんだよね。そういうことになるんで、結局山に登れない、これはないと登れないっていうのが最終的につながるんで、これはもう雪のところでは必ず必要になってる。それがいつどういう時に雪降って動けなくなるかっていうのは分からないんで、もう雪山行くんだったらもう必ず持っていく。特に鉱山とか。その辺の裏山を雪あるんで、裏山は特には別になくてもいいかもしれないけど、まあ必ず持っていくと。で、スノーシューっていうのがあるんですけど、スノーシューは洋風な感じなんですけど、スノーシューだと、このアイゼンをつけたままスノーシューがつけれないんですよ。そうすると、まあ今日朝出発するときに、途中からアイゼンになるとか、途中からこう稜線歩きで硬いし、岩場もあるからアイゼンに変えなきゃいけないと。そうすると、この朝出るときに、もう途中からアイゼン今日はなるぞと。アイゼンがないときはいいんですけど、アイゼンつけたままこの漢字機つけるんです。アイゼンつけたままって言うと、で、途中からその外すタイミングで外すんですけど、漢字機を外した状態でアイゼンついてるから、そのままこれを外しただけで行動できるんだけど、スノーシューの場合は、それができないんで、アイゼンつけられないから、アイゼンを外す、あ、スノーシューを、漢字、スノーシューを外したときに、その後にアイゼンをつけなきゃいけない。って言うと、人より倍時間がかかるんです。これね、ほんと何分なんだけど、すごい時間がかかるんですよ。で、10分経つとね、もう体冷えてくるんですよ。止まってて10分以上休めない状態なんですね。冬は風が吹いたりとかすると、で大体そういうところっていうのはもう風が大体森林が超えるか超えないかぐらいでこれ外すから、結構寒いですよ。10分以上止まってるとね、みんなこう寒くなって震えてくる。その前にこう次の行動に入らなきゃいけないんだけど、まあ、お茶飲んだりとかして次の行動に入るんで、そうするとね、そのスピード結構大事なんですよ。外して次のこうセットして、それからお茶を飲まなきゃいけないんだけど、みんなでセットをしてもうすぐ出発できる段階にしてから、まあ、必要だったらお茶飲むとか何か食べるとか休憩をするんだけど、その時間っていうのは10分しかないので、その間にこれ外して、あ、スノーシューを外してまたアイゼンをつけてやってるとね、結構時間かかるんです。10分でかかる場合があったら、そうすると周りの人があれだし、自分も体が冷えるんであんまり良くないので、できれば雪山では漢字機にアイゼン、アイゼンが必ず必要な時は漢字機の方がこう外すだけでできるから半分のスピードで出発できるというのと、あと急斜面、斜面が急になればなるほど漢字機の方が行動できるんですけど、ラッセルもそうなんですけど、でかいとね、
あのラッセルもこう踏んで固めるんだけど、でかいとすごいこう固めづらいんですよ。で足がこうペラペラスノーシューしてるから必ずこう上げて踏まなきゃいけないんだけど、それもなかなか蹴ったりとかできない、やりづらいんで、雪山では基本はスノーシュー、あ、じゃなくて漢字系、こっちね、スノーシューじゃなくて、でもこれ漢字系がなくてスノーシューがあるんだったらないよりはスノーシューだったぐらいのレベルで、でもスノーシューで遊びますみたいな感じだったら別にスノーシューなんだけど、山の道具としてはもうスノーシューはあまり役に立たないことが多い。一回でもね、あの冬のスマホロガジに行ったことあるんですよ、スノーシュー。それまで行けたんですよ。雪が多くて、別に上まで安全に行けたんです。感じたんですよ。その後になんか雑誌の取材から電話かかってきて、で、なんか、スノーシューで楽しいところありますかとか言って、いやー、炎山荘まで行ったんですよ、とか言って。それは記事になったんですよ。ピークスかな、ピークっていう本の、スノーシューで燕岳、おすすめみたいな、太田。まあ、常に当時に、結構来たらしいんですよ、若い人が。スノーシューで、炎山荘まで。状況判断できない人が来たらしいんですよ、そこまで。で、その赤川さんがまた、炎山荘の社長が、またそれで何とかとか言って、怒り始めた。これなんか本に書いてるんですか、これが怒られる。それから、それ以来だからスノーシューは入っていけない、うん、スノーシューなんですって怒られちゃうんです、うんうん、まあ状況判断が何なんだけど、その深くてその連絡したりとかする、まあ、深い雪とかで対応ができるような時だったらスノーシューがいいんだけど、でも圧倒的にこの分かんで対応しなきゃいけないと、スノーシューがまたエリアを変えて楽しみができないということです。